și Master Hunters.伊達さんから聞いたわ。はるかちゃんが交通事故に遭ったって。ああ、今意識不明の重体で ICU に入ってる。しかもはるかを引いた犯人はまだ見つかっていない。何か犯人につながる情報がないか探ってるところだ。キリュウさん、スマートフォン持ってるわよね。ああ、ちょっと貸してもらっていいかしら。これでいいわ。ん？どうかしたのか。カムロ町の情報掲示板みたいなものなんだけど、そのアプリを今インストールしたの。もしかしたらそこに何か情報があるかもしれないと思って。ありがとう、ママ。後で試してみる。それじゃ。よう、ちょっと待てや、おっさん。お礼に何か用か。ああ、いくらか金貸してほしいんだけどさ。すぐ返せっから財布出してくれ。そうか。で、すぐってのはいつだ。あ？んだとこら、てめえ、舐めてんのか。なんだ、騒がしいな。あんたはジャスティスのレインメーカー。ずいぶん喧嘩慣れしたおっさんだな。君らじゃこの人は手に負えませんよ。僕らが守ってあげましょうか。いや、そんな、もう俺らはいいっすから。本当、なんでもないっす。そう。それじゃあ、俺らはこれで。なんか不思議なおじさんだね。ずいぶん雰囲気あるけど、ヤクザとも
ちょっと違う。となると元ヤクザってどこかな。当たってる？何者だお前は。僕はジャスティスの孔明。ジャスティス？新手のギャングってわけか。ギャングだなんて人聞きが悪い。むしろ僕らはギャングを潰すためにできたチーム。ジャスティスはその名の通り正義を貫く若者たちの集まりなんですよ。ほう、正直そうは見えないがな。いつまで遊んでるんだ孔明。すみませんすみません、面白いおっさんがいたもので。すぐ行きます。早くしろよ。彼は岡田和親、金の雨を降らせる男、レインメーカーって呼ばれている。そしてジャスティスのメンバー3000人の頂点に君臨する男。何？ 3000？ 驚きましたか？この狭い町に3000人の勢力、バカにできたもんじゃないでしょう。彼のカリスマ性に惹かれてジャスティスには今日もたくさんの若者が集まってくる。若者の居場所のないこのカムロ町で力を発散したくてうずうずしてる連中がね。なんだかおっさんとはまた会える気がするな。それじゃ。しばらく見ねえうちにまたいろいろ出てきたな、この街は。決めた目標を先延ばし、そんなあなたの心の闇に光を差し込むアップルパイ。アダムも犬も欲しくて旅立ったよアップルちゃん。本日も当店アップルパイには禁断のセシリアップルたちがテーブルにしております。さあ食べちゃって食べちゃって食べちゃって、美味しいリンゴをペロペロリンゴ、やってらっしゃいいってらっしゃい、出荷したての美味しいリンゴですよ。さあ一番シート一番シート一番シート、マリンちゃん飛ばしいとリンちゃってちょうだい。皆さん発するラストアップルいきましょう。当店延長も30分からございます。伸ばして伸ばしてのーびどり、目につければ大事なところものーびどり、間違いなしでございます。アップルアップルアップルパイ、プルプルアップル食べちゃいましょう。美味しくおかしくマナーよく、プルプル発するアップルパイ。
ちょっといいですか。ん？あなたすごく強そうですね。それに正義の心を持っている。いや、目を見ればわかります。あなたならこの町を救えるかもしれない。誰だ？これはすいません。私、トラフルと申します。この町も随分物騒になりましてね。実は町の至る所で凶悪犯罪が起きてるんです。警察も手に負えないほどにね。こんな状況でのんびり警察に頼っていたら手遅れになってしまう。すでに被害を受けた人も多いんです。だから私、この町のトラブル用 SNS を開設したんです。この町で何か事件が起こったら投稿してみんなで助け合おうって。だからこの町を救うためにもあなたに力になってもらえないかなと。そうか、いいだろう。キリュウだ。キリュウさんですね。ありがとうございます。では SNS に登録しますんで、これでよし。これからカムロ町に起こっている事件が SNS に届きます。もし助けていただけるものがあればぜひ解決に協力してください。それじゃあお願いします。カムロ町を良くするために頑張りましょう。伊達さんか。ああ、俺だ。今病院に秋山が来てる。用事が済んだら病院へ来い。俺はちょっと出かけるわな。分かった、すぐ向かう。それじゃな。せよって。
らっしゃいませ。そういえば、はるかファンの彩香のためにはるかのグッズを探していたな。売っているか聞いてみようか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。そういえば、はるかファンの彩香のためにはるかのグッズを探していたな。売っているか聞いてみようか。ちょっと聞きたいんだが、この店に昔アイドルだった沢村はるかのグッズは置いているか。沢村はるかさんのグッズですか。お調べいたしますので少々お待ちくださいませ。ああ、お待たせいたしました。お客様、申し訳ございません。沢村はるかさんのグッズはもう製造中止となっており、在庫もない状況でして。そうか、分かった。他を当たってみよう。ありがとうな。劇場前のクラブセガに行ってみるといいかもしれないです。アイドルの写真やグッズを交換したり見せ合ったりしてる人たちをたまに見るので。そうなのか、よく知ってるな。よく遊びに行くもので。すみません、差し出がましいこと言って。いや、助かった、ありがとう。初乗り料金730円になります。どちらへ行かれますか。かしこまりました。それでは出発いたします。桐生さん。秋山、ん？なんだ、ずいぶんさっぱりしたな。いや、まあ、汚い格好じゃ病院に入れてもらえなかったもんで。伊達さんから大筋は聞きました。はるかちゃんはまだ ICU です。今んとこ動きはありません。そうか。それより桐生さん、はるかちゃんの子供のことでちょっと。ん？区の児童相談所ってのが来てます。桐生さんに一言挨拶したいって。沢村はるかさんの関係者の方ですね。児童福祉士の野尻と言います。こちらの病院から子供を引き取るようにと連絡を受けまして。何？沢村さんにご親族はいないということですので、お子さんはこちらでお預かりします。今回のようなケースでは通常の手続きですので。それじゃごめんください。はるかの子供を児童養護施設に送るってことか。ええ、まだ1歳くらいなので正確にはおそらく乳児院ですが、少なくとも沢村さんが回復されない限りは施設へ送られます。待ってくれ、俺は沢村はるかの親代わりで桐生ってもんだ。だから赤ん坊の面倒は俺が見る。あんたらには手間は取らせねえ。桐生さん、はあ、親代わりとおっしゃいますが親族ではないんですよね。でしたら桐生さんのような自称関係者にお子さんを引き取ることはできません。だってほら、例えばもしあなた方が赤ん坊の臓器を売るような輩だったらどうなります。何？はあ？いや
確かに今のは大げさに言いましたよ。でももしそういう人たちに赤ん坊を預けちゃったら、これ児童相談所の責任が問われちゃう。今時は実の親が子供を虐待死させたってうちのせいだって言われちゃうんです。こっちは人手が足りないっていくら言ってもそういう事情はお構いなしにね。まあそういうことなんで、あなた方にお子さんを預けたら私の責任問題になっちゃうんです。どうかご理解ください。おい、野尻さんだったな。児童相談所ってのはあんたみてえなやつばっかりなのか。そんなわけねえやな。はい。あんたの言葉は子供のことよりてめえの立場だけが心配だっていう風に聞こえてしょうがねえ。俺も遥も施設で育った人間だ。親と呼べる大人のいない子供の苦しみはそれを味わった人間にしかわからねえだろ。だから俺はまだろくに口も聞けねえような赤ん坊を施設にやりたくねえ。遥も目を覚ませば同じことを言うはずだ。何と言われても仕方がないんですよ。それにもともとこの件はあなた方の了解を取る必要もない案件だ。今回は警察が不用意にあなた方を呼んだせいでこんな面倒になってるだけでしてね。失礼。あとは病院の担当者と話しますから。桐生さん、どちらへ。俺は遥の子をあんな奴の好きにはさせねえ。え？いや、キリュウさん、ちょっと待ってください。そこまでにしましょう、桐生さん。あの野尻って男は自分が施設に送った子供がどうなろうが構わねえと思ってる。今この子を守ってやれるのは俺だけだ。けどあいつの言い分にも一理あります。俺たちは桐生さんという人間を知ってますけど、言葉を選ばずに言えば前科持ちの元極道だ。すいません。でも遥ちゃんが目を覚ますまでは仕方ありません。赤ん坊は叱るべきところで預かってもらうしかないでしょう。もし遥に万が一のことがあればこの子は。何言ってんですか桐生さん。そんなことにはなりませんって。だがそうなった時には遥は間違いなく施設に送られる。そして赤の他人の俺にはこの子がどこの施設に送られたのかも決して明かされない。二度と顔を見ることさえできなくなる。子供が施設に入れられるってのはそういうことだ。その後俺がどうあがこうがもうこの子には何もしてやれなくなる。遥も絶対にそんなことを望まねえはずだ。だから今しかねえんだよ。あ、何をしてるんだあんたら。その子をどうする気だ。今話の途中だ。少し待っててくれ。ふざけるんじゃない。あんたは赤ん坊を下に下ろすんだ。早くしないとただじゃ済まんぞ。この子は連れていく。遥が目を覚ましたら必ず返す。それまで俺に任せてくれ。やっぱりダメですって桐生さん。下手したら誘拐犯になります。もしそうなったら俺は遥ちゃんに合わせる顔がない。何のためにムショに行ってたんですか。止めるな秋山。行かせてくれ。考え直してください桐生さん。俺にはあんたのやろうとしていることが正しいとは思えない。なんであんたはそうやって勝手に突っ走るんですか。
少しは自分の後先だって考えてください。うるせえ。俺だって分かってんだ、そんなことは。だが俺がどうなるか、周りにどれだけ迷惑かけようか、遥の息子を守ってやるのは今俺しかいねえ。桐生さん、お前はどうしても邪魔するって言うならもう話し合いの余地はねえ。そこをどけ、秋山。くそ、なんで俺がこんな目に。あんた相手に俺が本気で殴れるわけがない。とんだ殴られ損ですよ。すまねえ秋山。本当にその子を連れていくしかないんですか。厄介なことにしかなりませんよ。考える前に手が動いちまうのは俺の悪い癖だ。そんな、だから桐生一馬の生き方ってのは誰にも真似ができないんです。もう少し待ってろよ。分かってる、腹減ったんだよな。
まさかそんなもの食わせるつもりじゃねえよな。伊達さん、その子に食べさせるつもりならこういうのにしとけ。相変わらず無茶するな、お前さんはよ。あら、まあまあ。さあ、落っことすなよ。そっとな、そっと。わかってるって。児童相談所の野尻だったか。うん。いろいろうるさかったが話をつけといたよ。赤ん坊に何かあっても俺が全ての責任を取るっつってな。そうだったのか。そしたらあいつこう言ってたぜ。なら私は何も知らない、今回の件は何も聞かされてないし病院にも行かなかったで通させてもらうってな。てめえの責任にさえならなきゃ子供のことはどうでもいいらしい。まあいつは最悪の特殊ケースだ。本人もいやいや人手不足の児童相談所に回されたらしい。何度も上に異動願いを出してるってよ。さっさと受理された方が子供たちのためだ。児童相談所で働く真っ当な人たちの名誉のためにもな。また面倒かけちまったみたいだな、伊達さん。いいさ、あのまま遥の子が野尻に渡されてたらと思うとその方がゾッとする。うちの鞘にもあんな頃があったよ。今じゃもうすっかり大人になって手がかからなくなったかな。鞘かホストに引っかかって大騒ぎしてたのがもう10年も前か。ああ、あの時が俺の人生最悪の時期だったよ。お前に助けてもらわなかったら今頃俺も鞘もダメになってた。俺な、キリュウ、お前にはまだあの時の借りを返しきれてねえと思ってるんだぜ。なら今日は伊達さんのおごりでいいな。それでも10年前のことはチャラだ。まさかな。そんなんじゃすまねえや。少し言いづらいんだが、やっぱり言わなきゃならねえよな。ん？はるかのことだ。はるかか。どうしたんだ、あいつに何かあったのか。実はさっき手術が終わってな、幸い一命は取り留めたんだが意識が戻らないんだ。この先いつになったら目を覚ますか医者にもはっきりしねえ。なんだと。一体どうしてこんなことに。なあ、お前今日一日神室町で動き回ってたんだろ。遥かが姿消してた間のことで何か分かったことは。何もない。沖縄を出た後、遥かが3年もの間どこでどう過ごしていたのか分かったことは何も。そうか。ならやっぱり手がかりはこれだけになりそうだな。うん。これは遥かの携帯に入ってた写真のデータだ。事故で壊れてた携帯から復元できたのはこの1枚だけだった。どこで撮った写真だ。この背景からじゃ分からねえな。いや、この画像データから GPS の位置情報が取れた。今時はそこから撮影場所の緯度と経度が分かる。この写真の撮影場所はな、広島だ。広島？ああ、広島の尾道神外町の付近だ。それじゃ
遥は沖縄を出た後、広島に。みたいだな。その後どういうわけかまた神室町に戻ってきて、今日は赤ん坊と二人して事故に遭った。ハルカが広島にいたのがどのくらいの時期だったのかはわからん。ハルトの父親が広島に。その男なら今までハルカに何があったのか、なんで今日神室町にいたのか、きっとその答えを持ってるはずだ。さてどうする、キリュウ。そいつから聞きたいことは山ほどある。だがその前に俺は遥の親代わりだ。大事な娘に赤ん坊を産ませて、挨拶にも来ねその若造に説教の一つも垂れてやらなきゃ気が済まぬ。明日広島に行く。ハルトも一緒だ。俺はあんまり賛成できねえけどな。ん？広島には陽明連合会がある。陽明連合会か。陽明連合会っていや、近江連合、東条会に次ぐ誰もが認める日本裏社会ナンバー3の組織だ。他の組織と手を結ぶことなく常に独立独歩、それでいて好戦的というわけでもない。一見すると穏健派に見える組織だが、敵が自分の島に足を踏み入れようなら手段を顧みず敵を駆逐する。あの近江連合でさえもただの一度たりとも戦争して勝った試しがない。ああ広島には触れるなという話は昔兄貴分たちからもよくされたな。陽明連合会は天下を敬望せず、あの名将毛利元就と同じやり方で会長のクルス・タケルは広島という地を守り続けた。クルス・タケルか。当然お前も裏社会で生きているなら名前くらい聞いたことあるんだろう。戦後に名を馳せた幕徒であり、生ける伝説とまで言われる男だ。ああだが俺が東条会にいた頃から実際に会ったという話は聞いたことがない。陽明連合会は外部組織との交流が全くないため極端に情報が少ない。警察でも昭和50年代以降クルス・タケルの行動を何一つ確認できていないんだ。生きているのか死んでいるのかそれすらわからないということか。生きてるとすりゃ100歳に近いはず。そんなジジイがどうやって広島のイケイケをまとめ上げているのか。組対四課の噂じゃクルス・タケルという人間はすでに存在せず、若頭の小清水というのが実質的なトップとして組織を動かしているという話なんだがな。とにかく広島は警察でもよくわからない謎だらけの危険地帯ってことか。そうだ。だからお前が足を踏み入れりゃ、場合によっちゃ東条会と陽明連合会との一大戦争の引き金を引くことにもなりかねない。今の俺は仇なんだ。どう動いたところで何も起きゃしねえよ。はあ、まあお前ならそう言うに決まってると思っていたがな。だってさ、俺が東京を離れている間遥のことを頼むぞ。ああ、こっちは任せてくれ。言えば秋山のやつもついててくれるだろうしな。しかしな、あの遥があんな可愛い子を産むなんてよ。誰よりも本人がいつまでも眠ってらんねえって思ってるはずだ。遥は必ず目を覚ます。だからよ桐生、それまでに必ず遥との父親連れてきてやってくれ。
し、あ、オレオレって、あ、お前か。もしもし。もしもし。ジュンちゃん。はい。約束の時間までまだあるし、少し遊んでから行く。周りがうるさいけ、全然聞こえない。この店はもうすぐ開くか？あ、まだ準備中なんですけど。あら、赤ちゃん、かわいい。1歳くらいかな。男の子ですか？ああな、ハルト。あら、パパ以外の人は嫌い？いや、パパってわけじゃねえんだ。あ、もしかしてお孫さんでした？孫？そうか、そういうふうにも見えるか。いや、それより店が開くなら一杯いいか？ええ、まだ少し準備かかりますけど、どうぞ。あ、キヨちゃん、なんならそいつは。お客さんでしょ。南雲くん、お店開けるからもうそろそろ帰って。どうぞ、気にしないで座ってください。あ、そうだ、赤ちゃんにも席を作ってあげなきゃ。のう、あんた、どっから来た？よそもんじゃろ。東京からだ。ほう、東京か。ほうかほうか。ほいじゃが、東京もんがこんな田舎に何の用じゃ。観光には見えんの。お客さん、よかったらこの中に赤ちゃん寝かせて。ちょうどいいのがあったから。どう、気に入った？かわいいね。すまないな、ママ。いいのいいの、こんなかわいいお客さん初めてだから。普段来るのはろくでもないのばっかり。ろくでなしっちゅんはわしんことか。こん店は常連のお客様に気遣いがないの。南雲くん、タバコ消して。赤ちゃんに悪いでしょ。それにそろそろお仕事なんじゃない？お仕事なら今しとるわ。うちの島に来る怪しいよそもんを監視しとる。おう、東京もん、名前は？桐生だ。俺は別に怪しいもんじゃない。バカだれ、怪しいか怪しくないかわしが決めるんじゃ。黙っとれ。いい加減にして。ほら、もう行って。この店では誰がお客さんかは私が決めるの。釣りはいらん。気に食わんの。ヤクザに話しかけられても顔色一つ変えん。疎外な男がガキを出しにわしのキヨちゃんをたぶらかしとる。誰が誰のものだって？何見とるんじゃ、踊れ。
酔って仇に喧嘩うんのか。大したヤクザだ。なんじゃとこれ。表出ろ。あんたがいちゃ美人のままと話せやしない。お客さん、警察呼びましょうか。いいんだ、少し酔いが覚めりゃおとなしくなんだろう。少しの間ハルトを頼む。おーし、上等じゃ。気に入った。たっぷり可愛がったろ。ぶち殺したろ。この辺りでええじゃろ。ここなら誰にも邪魔されん。今から泣いて詫び入れても遅いで。わしをキレさせた踊れが悪いんじゃ。死ねえ。なんじゃと、このわしが。気が済んだか。踊りゃ何もんじゃ。いいから酔いを覚ますんだな。そんなに酔ってりゃ
素人にだってやられる。待てや、こら！わしは広瀬一家の頭じゃ。今度会ったらただじゃすまんど。さっさと東京にいねえ。ああ！お客さん、大丈夫だったの？ああ、ハルトを寝かしつけてくれたのか。ええ、今寝ついたんです。本当に可愛いわ。さあ、それじゃあ何か飲まれます？この人がハルト君のお母さん？ずいぶん若いんだ。今で19だ。3年前に沖縄を出て、その後この辺りにいたらしい。この辺りに？写真よく見てくれ。ここらで見た顔じゃないか。さあ、キリュウさんはその人を探しにこの町へ？いや、居場所は分かってるんだ。それより彼女がここで誰とどう過ごしていたかを知りたい。本人には聞けないの？ああ、ちょっと訳ありてな。もっと言うと、俺が探しているのはハルトの父親だ。この辺りにいるんじゃねえかと踏んでるんだが、どういうやつなのか見当もつかない。ごめんなさい、力になってあげたいけど、やっぱりこの人は見たことないと思う。前はこいつ芸能界にいたんだ。沢村遥かって名前聞いたことないか？うん、あまりテレビ見ないから。そうか。ごちそうさん。感情今夜はいいです。可愛い赤ちゃん抱かしてもらえたし、うちの常連が迷惑かけちゃったし。さっきのヤクザか。それよりキリュウさん、ホテルはどこに？いや、まだ決めてない。これから探す。でもこの時間だと、もう近くで泊まれるところないですよ。そうなのか。だいぶ遠くならあるけど、ハルト君のパパ見つけるまでこの辺りにいるつもりなんですよね。ちょっと不便じゃないかな。わかった、ちょっと待ってて。近くで泊まれるところを紹介してあげる。ん？あまりいいとこじゃないけど、気に入らなかったら遠くにホテル探したらいいし。ああ。もしもし、清美です。こんばんは。ごめん飯野くん、水軍アパートなんだけど、少しの間うちのお客さん泊めてもらっていいかな？さっき電話したの飯野くんって、町内会の人でね、空きアパートの管理人。もうずっと部屋が空いてるから、しばらく泊まっていってもいいって。すまないな、助かる。期待はしないでね。ずっと空きになってて手入れもされていないし、ただ布団は置いといてくれるって言ってた。そうか。よかったらまた飲みに来て。ハルト君にも会いたいし。
親切なんだな。ありがとう。アパートはここから海沿いを少し西に歩いていったところね。わかった。今度ここに来るときはちゃんと勘定を払わせてもらう。お待ちしてます。チートあんた、キリュウさんか。うん。キヨちゃんに頼まれた。スナック清美のママ。うちのアパートに泊まりたいんじゃろ。ああ。キリュウだ。この子はハルト。いいのじゃ。あんた、何言うてキヨちゃんに取り入ったんなら。あ？取り入った？ふん。早よついてこいや。アバートはこっちじゃ。俺はあんまり歓迎されてないらしいな。キヨちゃんの頼みじゃなかったら断っとる。ちゃけど青春のマドンナに言われたら仕方ないけ。惚れた弱みじゃ。あんたもか。さっき似たようなこと言ってるヤクザがいた。ナグモじゃろ。ああ、そんな名前だったな。三人とも同じ高校の出じゃ。わしと南雲でキヨちゃんを取り落とった。そのキヨちゃんはわしらに愛想を尽かして東京に出てってしもうたがの。あのママは東京にいたのか。ママが出戻ってきてからは青春よ再びじゃ。じゃが南雲バカたりゃ極道なんぞなりよって、ガキンコらはわしにどつき回されとったんで。大して強なかったくせに生きがるよって。のう、あんたキヨちゃんに優しゅうされたっちゅうて英気になんなや。調子乗っとったらすぐアパート追い出すけえの。よう覚えとけ。あんたらの部屋はここじゃ。文句あるんじゃったらいつでも出てって構わんで。いや、世話になるよ、いいのさ。中に布団だけ置いてあるけ、あとは好きにせえ。どうせ近いうち取り壊すんじゃ。水軍アパートも時期見納めじゃの。水軍？この辺りは昔から造船の町での、漁師や船乗りも多かったけ、そがな連中の懐目当てにたくさん怪しいのがこのアパートに集まっとった。そいつらが水軍中って名乗っとったんじゃ。連中も海の男相手の商売じゃけ、はったりかましたかったんじゃろうよ。そのうち陽明連合会ってヤクザに吸収されたがの。南雲のバカ誰も陽明連合会の枝じゃ。広瀬一家の若頭っちゅうとるが、五六人のちんけな組じゃ。なるほどな。キヨちゃんとこのスナック街も元は陽明連合会の仕切っとった遊郭の跡じゃ。じゃけど一回長い造船不況があって人が減ってからなかなか戻ってこんわ。あんた東京からか。ああ。何しに来たか知らんがの、ここはよそもんが長居する町じゃないと。わかった。用が済んだらすぐに出ていく。それまで厄介かける。ありがとう。礼じゃったらキヨちゃんに言うとけ。よし、しばらくはここが俺らの家だぞ。悪くねえな。
だろ、ハルト。お？ションベンか？よう、しまったろ。おい、じっとしてろ。すぐ済むから。おっと。そう、何度も同じ手は食わねえ。腹が減ってるのか？しまったな。確かミルクはもう。